アメリカのエミー賞で18冠に輝き、国内外で注目を集めているドラマ「将軍将軍」本作の快挙は消えつつあった時代劇の伝統に再び火をともしたと言われているそこで今回は本作の人気の理由を過去の時代劇を引き合いに考察そこから垣間見えたのは主演真田広之の先人たちへの熱い思いだった文・縫い・アメリカを席巻した サムライフィルム、真田広の主演プロデュースで米国で話題になったドラマシリーズ、将軍将軍は、2024年9月に発表されたエミー賞で18部門を受賞。ようやく日本のメディアでも大々的に取り上げられ、時代劇に縁のない日本人の間にも存在が浸透した。実は、アメリカでの、将軍将軍、人気のベースは歴史が長い。 1975年に発表されたイギリス人作家ジェームズ・クラベルの小説、将軍を原作とし、1980年にアメリカで三船敏郎が出演したドラマが作られた。しかも最高視聴率36.9%を打ち出す大ヒットを記録。これを受けて、同年、同国の映画プロデューサーであるロジャー・コーマンが日本の時代劇映画、小連れ狼、1972、 1974を発掘、編集し、1980年に将軍アサシンとしてヒットさせた。さらにこの将軍アサシンに衝撃を受けたアメコミ作家らが、子連れ狼の原作劇が小池和夫原作、小島豪石が、お英役で刊行2002年には影響を受けたコミック、ロード・トゥ・パーディションが映画化される。子連れ狼の人気は根強く、近年では、 2019年にオマージュとおぼしきスター・ウォーズシリーズの実写ドラママンダロリアンが配信開始。翌年、人気カートゥーンシリーズのリック・アンド・モーティでは、小連れ狼、パロディと三船版ドラマ、将軍将軍、人気も取り入れた日本製作の短編、サムライ将軍、2020年、お発表。再生回数は1600万回以上にも及んでいる。と、ざっと追いかけたが、 こうしてアメリカには、2024年のサナダ版、将軍将軍、ヒット以前に綿々と続く流れが存在する。とはいえ、サナダの、将軍将軍、は、以前と同じ原作小説をベースに新しい解釈で作られた。サナダが繰り返し言葉にする、オーセンティック、つまり伝統的、本物思考の徹底的な細部へのこだわりで説得力をもたらされた映像により、 海外の人々も日本人でさえ見たことない侍の世界に圧倒され、飲み込まれたのだろう。さらに、武士道、や、日本の女性、などのメンタリティの描写も見事だ。キャラクターたちはなぜそうするのかその理由が、共感はできなくとも理解ができるように描かれるため、日本の善、や、道、 などに強い興味を持つ海外の人々の関心を十分に満たしたのではないだろうか。観念的な要素を噛み砕いて言語化し、芝居で表現する。世界に、サムライフィルムを発信する上でマストであったとはいえ、これは真田の20年間にも及ぶ海外経験で得た客観性や、何より数々の日本の時代劇の現場を踏んできた経験があったからこそできたことだ。また、 真田は幼少期より徳川家康の本に親しんできたというから、それも大いに影響しているだろう。特筆したいのは、あんな騒い演じるマリコのセリフに見る日本人女性の精神の在り方だ。これには封建主義時代からにはさして変化のない現代日本人女性たちのみならず、近し,しい境遇の世界中の女性。いや、女に生まれたからには感じずにはいられない非力さと、 やるせなさを抱える多くの女性にとって言語化のカタルシスになったはずだもちろんマリコの存在は抑圧された心の代弁者にとどまらず女性の誇りを呼び覚ますエンパワーメントでもあったそもそも国内の時代劇では男性が主役になることが圧倒的に多かったこれだけ封建主義の男性社会と同時に女性たちのメンタリティをどちらにも偏らずに書き切っているのは 現代のしかもハリウッド作品ならではと言える。時代劇をオーセンティックに作ることの難しさ。サナダはオーセンティックな時代劇を目指したと簡単に一言で片付けられるほど、伝統的な時代劇を作ることは決して容易ではない。日本人の映像クリエイターなら誰もが作れるというものではなく、専門的な知識と技術が必要になる。例えばカツラ、衣装、セット、 小道具、所作など。将軍将軍は、日本の時代劇の職人たちが海を渡り、現場で技術提供している。これは真田が5歳から積み上げたキャリア1966年に出演したテレビドラマ、水戸黄門 TBSK などから始まり、数々の時代劇の現場を耐え抜いてきた経験があって実現できたことだ。耐え抜く、そう表現したくなるほど時代劇の現場は厳しかった。 今のようなコンプライアンスに厳しい時代とは違い、戦中を生き延びた男たちの怒号が飛び交う世界から始まっている。入り口となる殺人の稽古では、たった数日で手足の皮がむけて、日常生活が送れなくなるという経験を多くの役者が語る。時代劇のスキルは、一朝一夕では得られない。なお、ここでいう日本の時代劇の職人とは、京都、 うずまさの投影などの撮影所で働いてきた職人たちのことである。NHK の大河ドラマなどの現場ではまた文化が異なる。